ープン戦阪神スタメン、大山近本が外れる。オープン戦、ソフトバンク、阪神、20日、ペイペイドーム、近本浩二外野手、29、大山雄介内野手、29、の不動の1番、4番が欠場予定となった。オープン戦も佳境に入る中、疲労も考慮したとみられる。試合前練習のフリー打撃には参加せず、軽めに体を動かした。1番はなかなかの荒領事やな、矢野やん。岡田は昔からやってるよ。1番スペンサーや浜中や去年の2番梅野もこれ。全部失敗してそうやね。そりゃダメなやつに打席与えてるから失敗するのが普通よ。よいね。とにかくぶっ壊れの中野に打撃機会を与えてやらんとな。修正開幕に間に合ってほしいわ。やっぱり岡田の頭の中ではノイジー、前川、なんやな。何気にテルが4番になっとる。今シーズン初めてちゃうか。近本と大山分けだか。中野1番わらわら。4番佐藤来た。中野は休んだ方がええんちゃうの？中野は荒漁師モードか。言い訳できなくなってきてるな。中野にはとにかく打席を与えるというわけで。オープン戦最後まで出し続けたらよい。それで復調しないなら開幕からフルイニング。やめたらいいだけ。でもフルイニングやりそうやけどな。大山どうしたん？オープン戦で先発出場し続ける理由なんて存在せんし。近本と大山は何座あったん？怪我？休養でしょ。あるいは新聞記者へのクイズ。近本は2番だとリズムが変わるから下げたのかな。昨日不自然な下がり方したしな。違和感あるんやろな。やっぱり大山なんかあったんかな。大山怪我じゃないよな。中野は自分に合ったバッティングを見つけてくれたのな。去年のオープン戦で1番大山やってたのを思い出した。近本もいらんしただの休養か。昨日三塁打で途中スピード落としたり、なんか足が変やったからな。大ごとになる前に大事を取ったんちゃうか。近本は足気にしてたらしいし怖いわね。スポニチなら大山懲罰とか書きそう。近本足なんかあったとしたらきついわな。中野は体は強いから打席多く与えて復調させる感じか。近本大山も大事に至らんように早めに処置しとるんやろ。どこかしら違和感はあると思われる。オープン戦や下位に出ることはない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。